って整って暴行一発弾4レースのスタートです。さあまずは群馬勢が前取りへと出ていきました。4番の横田正直が誘導との距離縮めて1番滝野翔太がマークへと早速入りそうです。前2人と距離を詰めていきます6番車の斉藤和也で東日本ラインが前段3車ということになりそうです。4番手ただいま2番の高橋典文、真後ろ5番手に3番の一ノ瀬拓海がいまして、下がり両者の3番手5番の阿部光弘、下がり両者並びを整えて4番手以降3車の並びを作ります。1周回目4コーナー回るところです。さあ正攻法4番の横田、中日は逃げ粘るゴール体制、接戦の3着でありました。2周回目入ります。1番の道賢滝野が連携です。昨日は高橋の飛びつきしのいで坂北とのワンツーに着でありました。6番の斉藤がこの群馬勢の後ろ、東でまとまる連携です。3番の一ノ瀬が初手のポジションは4番手、準決勝戦は残念でありました。初日の先行はかかっていました。逃げ切っています。追走は2番道賢の高橋、中日は短期戦後ろからの幕に飛びつくガッツある走りでありました。西日本3車で並んでいきます。山口5番の阿部が下がり両者の後ろです。2センター誘導と距離取るは正攻法4番の横田。さあ3番の一ノ瀬はどのタイミングで前を抑えに行くか、四角回り切ったあたりでアクションを起こして3番手2番手の位置上げるも4番横田は突っ張ります。赤番周回の1コーナー、さあ突っ張った4番の横田正尚を誘導を降りました。2コーナー回ります。4番手に車を戻して3番の一ノ瀬、さあ二の矢をどのタイミング放つか、2コーナーからバックへと向かっていきます。波を作る先行で打掌先頭4番の横田、3番の一ノ瀬はさあどう出るか、4番手変わらずも2センターから4コーナー、さあ4番の横田、1番滝野、そして6番斉藤で東勢突っ張ってる主導権を握って競争は最終周回。3番の一ノ瀬匠は4番手まくりに構えて1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。さあ1センターから2コーナーにかけて3番の一ノ瀬、4番手からまくって3番手2番手とスピード鋭く位置を上げるも1番の滝野のブロックです。さあ3番の一ノ瀬匠乗り越えた、4番の横田に迫っていく、2番の高橋は内にコースを取って1番の滝野をさばきつつ追い込めるか、3番の一ノ瀬まずは押し切って2着争いが微妙だ、2番の高橋のハンドル投げか、はたまた4番横田が粘ったか。第4レースは A 級特一般戦です。リプレイ映像をご覧いただいています。3番の一ノ瀬匠が4番の横田正信の先行をまくりました。1番滝野のブロック抵抗ありまして、2番の高橋典文は内にうまくコースを取って滝野をさばいて、ここは2着争い、まずは1着3番の一ノ瀬、2着接戦2番の高橋と内逃げた4番横田です。決定までしばらくお待ちください。第4レースでした。